そしてですね、これからは先ほども申しました通り壇蜜さんにいろいろとお話をお伺いしたいと思っているんですが、後半はお客様からも質問を受け付けたいと思っておりますので、皆様常識の範囲内で、はい、ね、カメラの方々いらっしゃいますので、テレビでも放映できる感じでご質問いただければと思っております。大きな拍手を持ってお迎えください。壇蜜さんの登場です。ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。今まで、いろんな作品に出演されてくれましたけど、今回は特にここ難しかったとか、その撮影現場は大変だったみたいなことっておありでした？そうですね、演技の部分では半沢直樹見たでしょ、はい、ご覧になってますね皆さんね。ここは結構あれだったでしょそれは分かってるけどさだから向いてないんですよ。そうですか、はい、だけどその、もちろん無知での痛みだったり、うん、彼女が深いトラウマを持ってる悲しみとかっていうものは、泣いたり痛みを与えられることで辛かったり、時に熱かったりっていう思いをすればするほど出る顔もあったんじゃないかなって思ってます。ぜひ今回は皆さんもいらっしゃることなので、はい、ちょっと無知の使い方的なこともですね、はい、皆さんレクチャーしていただきまして、これエンタの神様じゃないんだからはい、わかりました。皆さんも今後の日常生活に役立てていただければと思いますが、ないですよこうやってそのまま上に上げてこうピンとした状態で振り下ろした方が、その方がなんか形になるような、例えばこういう風にやるんだったらカッコつかないじゃないですか、うん、何の講習今日これ何の講座かよく分からなくなってきましたけど、トークイベントですよね。トークイベントです。はい、自分から何がやりたいとかっていうのがあんまりないんですよ。今度何がしたいとか、着たい衣装でとか、どんなシチュエーションがいいとかって聞かれるんですけど、それ考えの編集の仕事じゃんって思ってそれは男性の考えたものでないと、やっぱり女性がねこうやってしゃしゃり出て考えるものでもないと思いますので、ってやんわりこう丸投げに対して拒絶をしてるんですけれども、薄毛ね、やたら楽天が薄毛のシャンプーを勧めてくるんですよ秋の対策としては、何だろう、日焼けを少しでもついてしまった紫外線を落とすっていうことで、湯船に入ってる間はタオルで巻くなどの蒸しタオルで巻いたりしていたわってます。もう本当にマネージャーともども今薄毛に敏感なんでタオルケット最近噛んだのは今日、多分噛みますよ。だってあそこのドアのとこで壇蜜さんイベント中お静かにの蜜の字違ってたもんしかもセロテープ2箇所で留めてるのに1箇所上がれてプラーンってなスーターさん最近恋してますか？なぜだなぜそんなことを聞くこの方私が社典 TV とかいうのネット TV に出てた頃から来てくれてる人です。恋じゃない、いない方が一緒、一人で寂しくチキンラーメン食べて布団噛んでる方がいいでしょうそれがみんなきっとねホッとするのに聞いちゃうんでしょうね。そうなんですかね、その心理はね。だから恋人いますかいませんっていうそのルーティーンでいいのかなって私は思ってるし、現実もそれでいいのかなって思うんですよね。もししてますって答えられたらやっぱショックですか？逆に嬉しい愛ですね、見守り続ける愛ですもん。お父さんじゃん、お父さんですもん意見がお父さん本日お越しくださいました、お客様と、これからご覧になることを楽しみにしている、はい、カメラの奥のお客様に、はい、ぜひメッセージの方お願いいたします、はい。見どころは間宮ゆきの初脱ぎですあと32歳のおばはんのきつい SM シーンです。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、本日お越しいただきました壇蜜さんでした。どうぞ大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。すいません。